はーい、お疲れ様です。元光です。言論プラットフォームの方のチャンネルになります。 今回のお話もなんですけど、コラボ問題に関するお話なんですけど、今回めっちゃ大事なんですけど、えー、こちら、伊藤優東京都議会議員の話なんですけど、この人って、コラボの会計監査をした時に、主査を務めていた人なんですけど、この会計監査委員の人がですね、急に、えコラボは不正がありましたよっていうことをね、はっきり言い始めるんですよ。え えちょっと待って、コラボってまだ不正があるとまでは言い切られてなかったはずなのに、実は不正があったっていうのを口に滑らせちゃうんですよね。え、マジーってなってたんですけど、その次の日に速攻でね、まあ、この人、削除して訂正をしてるんですけど、ただ、その訂正した内容でも、結局コラボが不正してるじゃんっていうような内容になっちゃってたんですよね。 まあそれが何でなのかっていうのも踏まえてお話ししていこうかなと思います。しかもね、これコラボの支える会もこれについてね、言及してたりするんで、ただその言い分ね、ちょっと不自然な感じがあったんで、そこら辺もね、見ていこうと思います。元光のチャンネルでは、時事ニュースケのことを終わらしていきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということでですね、ひまぞら氏がこんなツイートをしたことがきっかけで話題になるんですよね。不正はありましたーびっくりマークっていうことで、こんなツイートしてたんですけど、この伊藤悠東京 都議会議員がこういうツイートしてたんですよね。コラボなど委託の都事業に対し、都民ファーストの会は補助の仕組みに改めるべきと代表質問とも団体への支払い方法の変更を答弁しました。これにより都と団体の申請生産手続きは煩雑化するわけで、他の団体も影響を受けそうですっていうことで、これ昨日の元道も動画でお話した内容なんですけど、コラボ問題が話題になって、東京都がえコラボへの支援っていうのを委託事業 から補助事業に変えましょううっていう制度改正のの話なんですよね、まあ、その制度変えたところで結局補助金を使ってるね、えー、DV セーフティ補助金とかでもコラボは問題があるって言われてるんで結局何も解決しねえじゃんって暇ぞらしな <laughs> 一言でね、まあ、論破してたというのを、ね、元光先日お話したんですけど、まあ、その件に関してね伊藤都議も同じようにね、えー、これにはねちょっと問題ありそうだねって他の団体にも影響を受けそうだねっていう話をしてたんですよでこの都議って誰っていうところね ちょっと一旦おさらいしようと思うんですけど、この方なんですよね、伊藤優東京都議会議員ということで、都民ファーストの元共同代表ということで、まあ、小池百合子側なんですよね。で、元って書いてるから、今、都民ファーストじゃないのかっていうとこなんですけど、これ、あくまで共同代表が元ということで、今現在でも、この伊藤優都議のホームページあるんですけど、えー、都民ファーストの会の伊藤優ですということでね、発信してみます。なので、まあ、都民ファーストの会なんですよ、この人。 でね、えー、この人何をしてた人なのかっていうとひまずら氏もツイートしてくれてるんですけどちなみに東京都監査員の代表だということを言ってて僕のコラボ住民監査請求陳述会でも座長を務め都庁担当者のあの問題ないと思ってますとの回答に特に質問はありませんと返したのが都民ファースト伊藤優都議ですということでコラボの住民監査請求の、ね、陳述会ひまず、あ、ら氏とかが集まってひまずら氏が詳しく陳述会を 進述するそういう会でですね、東京都庁の人もいて、あの問題ないと思ってますって、今回のコラボの話って言ってたことに関してね、特に質問はありませんと、都民ファースト、伊藤悠都議が言ってたということなんですよ、これちょっと分かりづらいかもしれないですけど、とにかくひまずら市の監査請求に対して、全然意欲的な態度を示してなかったよっていうのをひまずら市は言ってるわけなんですよね。 でねまあ、ここにも書いてる通り座長を務めていたということで、えー、今回の監査結果出たときにも東京監査委員伊藤優っということで一番上に名前が上がってるわけなんですよそして伊藤幸一さんとか、まあ、他にもえ4人続くわけなんですけどこの人たちって一体どういう立ち位置なのっていうのを、まあ、大事なことなんで改めてちょっと見ようと思うんですけどこちらにね、えー、東京監査事務局ということでプロフィール書いてくれてるんですよまず伊藤優監査委員ということで主査監査委員なわけなんですよ主査なんですよ。 今回、監査委員の5人のうちのね、えー、まあ東京都議会議員だよっていうことなんですよ。で、都民ファーストの会だよね。で、えー、伊藤浩一監査委員、この人も都議会議員なわけなんですよね。でね、伊藤浩一さんの場合は、こちらに書いてる通り、えー、公明党の人なんですよね。だから、えー、ちょっと戻ると、こちらね、えー、議員が2人、監査委員として、えー、メンバーに入ってるということと、そして、えー、監査委員の代表がこちらの方なんですけど、警視庁の方なんですよね。で他にも監査委員の人 がいてですねこの人は住友商事株式会社の社外取締役だとかまあいろんなことをやってる人だということとあとこちらの方は公認会計士だということで2人の都議と他の視点から3人がいるというような構成になってるわけなんですよねそしてまあくまでね都議の中ではこの人が主査なわけですよ、うん、議員としてはねだからあのこんな感じでね監査結果が出た時もこの人が SNS で発信してたんですよね東京都監査委員事務局が若年被害者 支援事業の住民監査請求についいてプレス発表を行いましたこの件で私のところにもご質問やご意見をいただいておりますが、監査員としての職務上、個別にコメントすることはできませんし、控えております。引き続き、公正な監査を行ってまいります。ということで、まあ、この1枚の紙でね、えー、今回の監査結果をざっくりまとめてくれてるのを、ね、発信してくれてるわけなんですよ。まあ、だから、監査員の重要な立ち位置の人なんですよね。そして、今回話題になったことがあるんですよ。えー、先ほどの ツイートの後、えー、まあコラボのね話今問題になってますそれで制度改正とかしますよっていう後にですね、こういうこと言われるんですよ他の人にねえあんた監査委員でしょって不正会計はあったかどうかを聞いているんだけどっていうことでツイッターでリプライが飛んでくるわけなんですよそれに対して伊藤雄氏が、まあ、これ怒ったのか何なのかわかんないけど監査委員としては監査報告の通りですと報告書はご覧になりましたかって、まあ、ちょっと煽った感じで答えるんですよね会計 報告に不正があっったと明記してていますってえちょっと待って会計報告に不正があったえじゃあコラボ不正だったのあれ不当が認められるっていう結論だったと思うんですけど会計報告に不正があったって監査委員の主査が言ってるんですよ。 でえーででえってなるわけですよねでその上「あんたはないと思いますがね」っていうことでおそらくこの人の口調の悪さかなまあ「あんた」っていう言葉に対してプチーンときてなんかね、えー、煽った感じでね報告書はご覧になりましたかって言ってるんですけどここ <laughs>。 会計報告に不正があったっていうのを口滑らしちゃうんですよねだからひまぞらしも不正はありましたってえびっくりみたいな感じでこんなツイートしてるんですよね何言ってんのこの関西の人っていうことで話題になるんですよあれあくまで不正があるとは言い切れないけど不当は認められるからまたチェックするよっていう話だったはずなのにもうこの時点で不正があったよってはっきり言っちゃうんですよびっくりだよねも,もちろんねそこで変えてきます、えー、次の日ね修正しましたということで不正が があったと記しているのは請求の内容であり監査の評価はとしては委託料の生産には不当な点が認められでした訂正の上リポは削除しますっていうことであの時のねツイートは間違いだったからさ会計に不正があるっていうのは嘘だよっていう風にね、えー、訂正をしてるわけなんですよ まあこの時点で適当なミスすんじゃねえよっていうのが多くの人の意見だと思いますけどね、議員で監査委員やってたのに、そこの内容、えー、言葉間違いでしたっていうのは、ちゃんと謝れよって感じがするんですよね、めちゃめちゃ大事な話なんですよ。で、まあ、さっきのところ、ここにもありましたけど、1月4日の時点では、えー、この件で私のところにもご質問やご意見いただいておりますが、監査委員としての職務上、個別にコメントすることはできませんし、控えておりますって言ってるんですよ。 これ、リプラインに個別に答えてんじゃん。<laughs> できませんって1月4日の時点では言ってたんですよ。かん監査結果が出たときに。でも、普通に答えちゃってるんですよ。さっきのね、これ、えー。この、なんか、あんたって言葉にね、プチンってきたのかもしれないですけど、これに答えちゃってるんですよ。どっちだよって感じがするんですけど。 でね、まあ、100歩譲って、まあ、これは誤字だったミスだったという体で話を進めていきたいんですけどじゃあどういうことっていうことでひまずらしがツッコミを入れるんですよね。ここで言う請求の内容とは住民監査請求の内容つまり僕が書いた書類の内容かコラボによる都への請求の内容かどっちのことを指してますかっていうことで、えー、質問するわけなんですよ。こここれどういうういいとととかっっってての言葉ってちょっと 曖昧といいうかか分りづらい表現になってるんですよね請求の内容が不正でしたよっていうふうに言ってるんですけどその請求っていうのが、まあ、ここにひまぞら氏が書いてくれてる通りひまぞら氏の住民監査請求の内容が不正だったって言ってる意味とあとコラボが都に対して委託事業のお金これぐらいかかってるんですっていう請求。 その内容が不正だったよって言ってるのか、どっちなんだって言ってるわけなんですよね。まあ、だって、この訂正のされ方したら、いろんな意味で取れるよね。請求っていう言葉にもいろんな請求があるからさ。だから、どっちなのって暇ずらしは言ってるんですけど、まあ、ただ、これ、どっちに転んでもアウトな内容なんですよね。まあ、ちょっとこれ、暇ずらしのね。後者から見ていこうと思うんですけど、コラボによる都への請求の内容かということで、コラボがこういう経費使いました。だから、都からこのお金、えー、くださいっていう風な請求の内容に不正があって。 だとと記ししてててていいるるんであればそればそはコラボが不正してるって言っっ言のと全く意味一緒になっちゃいますよねだからこれ訂正してるんですけどそっちの意味だったら結局コラボは不正してるっていうことになっちゃうわけなんですよそしてもう一つの方、えー、まあこっちらのね前者の方ねひまずらしが言ってるひまずらしが住民監査請求をした内容に不正があるっていう方なことを言ったんであれば都議がもしそれを言ったんであれば住民の権利 をを使っっってててて監査請求しるるこことと不正だって言ってることになるんですひまぞら氏はコラボっていう団体に疑問があったから監査請求をしてるのに対してお前がやってることとは正しくねんんだっていうなうなここになるんですよ、まあ、これは言葉のニュアンスかもしれないですけどこれを不正って言ってるんだったらひまぞら市からしたら「ふざけんなよ」っていうブチギレの案件になっちゃうわけなんですよねこれは。なんで俺が正当な権利を行使して、えー、請求をかけてるのにそれが不正だって言われなきゃいけねえんだよっていう話になってきます。 ますよね。まだって。あの暇ずらしのそのいろ疑惑を追求してる内容って監査結果の中ではちょっとこれちっちゃいけど、まいろいろ書かれてた。ど,どこでもいいんですけど、請求人の主張は妥当ではないっていう表現とかで書いてくるわけなんですよね。まこれがナチュラルですよね。うん、あの暇ずらしの言ってることは違ったよ。っていう時の言葉ってこっちがナ,ナチュラルだと思うんですよ。請求人の主張は不正だっていう言葉は使わないよね。 まあだから、なんかめちゃめちゃ曖昧な訂正をしてるわけなんですけど、都議がね、曖昧な訂正してるわけなんですけど、どっちに転んでもアウトじゃねえかっていう内容なわけなんですよね。もうちょっと深掘りしていくとですね、まあ、ひわぞらし的で言うと、認知プロファイリング的なね、元光なりにやってみるとですね、これ、まあ、前後関係を見ていくとね、まあ、前後関係というか前だね、えー、前の関係を見ていくと、あんた関西委でしょ、不正会計はあったかどうかを聞いてるんだけどっていうことで、不正会計ありなしっていう質問なわけなんですよね。 それにに対ししててこういういう回答してるわけなんですよ会計報告に不正があったと明記していますというふうに書いてるんで不正っていう言葉だけではなくがっつり目的語っていうのかな、まあ、はっきり会計報告にっってて言葉つけちゃってるんで,すよで、えー、質問自体は不正会計の話だからこの話の流れや目的語の使い方からして不正っていうのが請求に対して不正っていうのはちょっと考えづらくないですか 試しに置き換えてみても、請求に不正があったと明記していますって言われても、うん、なんか話全然伝わらねえよってなっちゃうわけなんですよ。だから、元光はこれ、シンプルに口滑らしちゃったんじゃないのかなと思ってるんですよね。本来はこの伊藤都議、えー、不正があるっていう状況っていうのを認識してるというふうに思っちゃってるんですけど、それか、もしくはもうこの伊藤都議、この監査について、ほとんど触れてなくて、よく内容分かってないか、どちらかだと思うんですけどね。 まあどっちでも問題発言に変わりはないかなとは思うんですけど、まあ、この発信、話題になってですねすごい話題になってコラボを支える会の耳にも届くんですよね。こんな感じで訂正された内容をリツイートしてるんですけど伊藤優監査委員は会計報告に不正があったというツイートをしましたが後にこれを訂正の上削除しています。 監査の評価としては会計不正は確認されなかったためです。訂正前のツイート画像が拡散してしまっているようですので訂正されたことが拡散されてほしいですということでこのツイートしてるんですけどこれめちゃめちちゃゃゃ不自然じゃないですかだってさこのコラボは基本的にデマとかに対してふざけんなーって言ってデマ流すんじゃねえよって基本的にね声上げてブチ切れてたんですよこういうことがあったら。なのののに今回のこの伊藤都議 のミスに関してはえ訂正してますよってみんな拡散されてほしいですもうちょっとみんな知ってほしいですってなんか全然怒ってないんですよねいやだって普通さコラボサイドからしたらさコラボの人たちからしたらさ不正があるっていうデマ流されてるってことであればむちゃくちゃ切れるでしょ おいトギが何言っっててんだよってなのでコラボサイド側からしたらこの伊藤都議に対して怒れない何かしらの理由があるんじゃないのかなと本光さんは思いますけどねだって不自然だよこれ明らかにでもコラボサイドの人たち刑事告発されてることに関しては全然口を開かないよねまあこれ別件にはなりますけど <laughs> なんでそれの発信しないんだろうって思っちゃうんですけどしかもさこの訂正の仕方だったらまだコラボが悪いことしてる不正してるぜって言われてんのとあんま 変わらなない状況なんですよよ捉え方によっては <laughs> これで OK ですこのツイートの訂正はね正しい訂正ですって思ってるのちょっとまずいんじゃないのかなと思うんですけどしかもさこの訂正に対する暇まぞらしの質問に関しても何もね、えー、回答が返ってきてないんですよ。伊藤博斗そのあとからのね、えー、ツイートを全然してないんですよね。 暇そら氏の質問には答えずに、えー、逃亡してるというような形になるんですよ。そして小池知事率いる東京都に監査する委員の主査は都民ファーストなんですよね小池知事と一緒の。これさ2月28日の再,再監査の結果ってこれまともなの出てくる気しないんですけど元光は。 まあ暇そらしもおそらくそんなに期待してないからこそ住民訴訟も作戦のうちだというふうな考えなんだと思うんですけどやばいよね2月28日どうなんだろうまあ楽しみに待っとくしかないかなって思いますということでねネットの意見も見ていこうかなと思うんですけどこちらね「旧不正会計はあったかどうか?」っていうことでこういう答えを言ってた「元は会計報告に不正はあった」って言ってたのを訂正したら不正があったのは記載は請求の内容だというふうに文字が書て 変わってたわけだよね不正と不当の違いは調査結果のもっ とも重要な点ですが、監査員がそこ間違えますか質問にない請求の内容に追及するのも不自然ですし、とっさに出るのが本音じゃないかっていうことで、全然訂正されても怪しさが拭えてねえぞーっていう、こんなね、意見がやっぱ多いですね。まあ、こちら、いいね、させていただきますね。あ、もともね、Twitter もやってるんで、もしよかったらフォローもしていただけると嬉しいんで、よろしくお願いします。とか、あと他には、監査員の立場でコラボを貶としめる会計不正デマを、SN、S 上に投稿していた伊藤 ううい東京虚偽ツイートの訂正削除を行ったらしいが謝罪の言葉一つないようだってそういやだってこれさ不正だったっていうあの発信でさコラボはものすごくダメージ受けてるはずなんですよでも、ね、コラボも起こってないしなんか謝罪の言葉もないしこれどういうことっていうわけわからない状況なんですよね いい、うん、ね、させていただきますね。とか、あと他には、監査員は関わったけ案件についてツイートしない方がいいな、弁護士も一般的には関わってる案件のことツイートしないよね、同じことだよ、削除なかったことにはなりませんっていうことで、そう、もうそんなね、簡単に、その、SNS、ツイッターも一つね、発信の場ではあると思うんですけど、何でもかんでも喋んなよっていうふうにね、言われてます。まあ、本当その通りかなと思うんですよ。っていうか、そもそもさ、こんな感じで、 個別にはコメントしませんって言ってんのになぜか今回発信してますからねそしてボロ出しちゃってるっていうねそんな話なんですよこちらもいいねさせていただきますねとかあと報告書も何もかも曖昧にしている時点で監査員としては失格ですねってちゃんと言葉を使えないなんて監査員失格だって全然何もチェックできねえじゃんっていうふうにね言われてますまあ監査員としてもそうだし議員とかね、えー、まあそういった立場であってもやっぱそこら辺は失格って思われちゃうんじゃないんですか うん、こちらもいいね、させていただきますね。ということで、今回はですね、監査員の主査の伊藤都議がですね、えー、口滑らしちゃうというような、そんなお話でした。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。元光のチャンネルでは、地震ニュース系のことをお話ししていきますので、いいねと思ったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。